小笠原長端は、戦国時代から安土桃山時代の武将。岩見小笠原氏、第15代当主。少年は不明であるが、岩見国の恩登場を本拠地とする国人である、小笠原長尾の子として生まれ、工事2年11月27日に、岩見小笠原氏の氏神である三面京屋あたぐるの、社前において元服する。長の元服の翌日である11月27日には、 父、長尾が、八幡宮の官主である、湯浅権の神の長畑元服の記念に対する情を、射して200匹の伝授を与え、人役等を免除し、単線以下を徴収するように命じている。A61 年、毛利元成の北九州攻めに従軍し、A62 年の天子勝久が放棄した際は、長畑が先陣を務め活躍した。同年12月に、父、 長尾が死去したため、家督を継ぐ。元気2年8月、大田北八幡区内殿を再建する。また、小笠原町美と共に、長久号八幡宮を造営し、小笠原長常と共に、吉永村、八幡宮の神殿を再建し、小笠原長都と共に、河合村、八幡宮の本殿と拝殿を再建する。天正5年3月、岩見小笠原鹿神である、坂根四郎左衛門。 美延べの坂に三郎衛門長政への解明を許可する。長畑は病弱であり、実施がいなかったことから、重臣の小笠原長春は、吉川氏から養子を迎えようと画策。当初は、吉川元春の四男、吉川昭樹丸を養子に迎えたいと要請したが、間もなく昭樹丸が創生したため、天正七年に、元春の三男、吉川京子とを養子に迎えることを要請。 京子とも父を押し切る形でこの話に乗った。ところが、天正9年、小笠原氏と吉川氏の間で、養子縁組の合意がなされ、残るは、主君、毛利輝元の承認を受けるだけという段階に至って、輝元が激しく反対したため、この養子縁組は取りやめられた。三成順次はこの養子縁組の話を、長畑からすれば、吉川氏から養子を入れて、毛利氏一門になることで、 毛利氏に没収された本領の御登場の返還に繋がるという期待から始まり、所領の乏しい吉川氏の所流である宮正氏を継ぐことになっていた京子と和事故への待遇の低さに対する不満からこれに応じ、一方のモ本は、家中での吉川氏の発言力増大と、旧天子方でも最後まで毛利に抵抗していた小笠原氏の価格上昇は、 他ののの旧天子家臣とととバランスを崩すすことへの警戒感から反対したと解説する長畑が築城した丸山城の石垣これ以降も、長らく長畑に男子が生まれず、病で在広島の務めができなかったため、長畑の娘と長畑の弟、元枝の子である長地下とを婚姻させ、小笠原氏の後継とし元枝をその後継とした。その際に、 これ以後に長畑に実施が生まれた場合はその実施を後継とすると定めており、天正19年に長畑に実施である千代道丸が生まれると千代道丸が後継となった。しかし千代道丸は翌年に創生したため、再び長屋を後継、元枝を後継として火星を再利用させることとなる。長畑時代の小笠原資料は川本や三原を中心に、 河野川北岸に広がり、大地、庭、あの尾、長野四軍にわたって、約一万七千国に及んでいたが、天正二十年に、毛利照元より、出雲国新門軍神西へと展望され、岩見国を離れることとなる。この際、小笠原氏は、出雲について行きたいと願い出た多くの家臣を岩見に、残し、主だった親族と差し当たり必要な家臣を伴って、人材へと移ったため、 残された小笠原氏一族と家臣等の多くは機能することとなった。丸山電機や人材の大成寺にある碑文によれば文禄4年に、孫左文書によれば、慶長8年に長畑は死去したとされる。ありがとうございます。